皆さんこんにちは。今日もですね、YouTube を更新していこうと思っております。よろしくお願いします。でですね、本日はですね、アメリカで働く方法についてお話ししようと思っております。結構ですね、こうアメリカの話とか発信をこうよくしてるとですね、こうアメリカで働きたいと思ってますというようなご質問とか DM をですね、よくいただくんですけどもですね、なんかそういった場合にですね、こうどうしたらいいかというところをですね、明確にこう回答するような話ってあんまりしたことはなかったと思ったので、今回ですね、そんな話をしようかなと思っています。でアメリカ結構ですね、言わずもがなんですけど、ビザがですね、ものすごく難しいですという話があるので、結構そこをまずクリアしないとどうしてもいかないなというところがあったりしますので、その前提がまず一つでありますと。ただアメリカはどういう国かという話もあったりして、なんだろう、こう雇用形態にもよりますけども、例えば駐在でこう来られる方は日本企業で働くかもしれないですというところで、日本の社会とですね、よくこう触れ合いながら、アメリカにいながらもですね、接することは多いかなと思うんですけども、例えばアメリカの現地企業に行くとか、あとアメリカで起業するとかですね、そういう場合っていうのは本当にそこは関係ないので、本当こうご自身の方でアメリカに向けてやるとあったりとか、アメリカ人の環境、多い環境の中で働くとかあると思うんですけども、まあ、どういう環境をご自身が選ばれるかという話もありますけども、やっぱりこうご自身の能力だったりとか、どういう適性があるとか、そういう話では結構影響しますという話なので、まあ、ビザみたいな話と、それからまあ能力とか適性とか、そういうですね、職場とか、そこに関するフィット感みたいな話ですね、しようかなと思っております。でまずビザの話はすごくですね、大事だったりするんですけども、結構こう結論から言うとですね、ビザ取るのはすごく難しいですと。いう話があったりして、これはまずですね、ビザっていうのはそもそもアメリカにこう短期間でいらっしゃるという話なんですよ。であなたこの決められた期間、ビザによっては1年半だったりとか、まあ、5年間だったりとか、いろいろあるんですけども、その短期間の期間の中でですね、私はこの目的のために渡航しますと、渡米しますと、アメリカに来ますと。でその任務が終わったらですね、あなたはもう帰りますというところというのを同意してますというところになりますので、基本的には、なんだろう、そのアメリカにものすごく貢献する人間であるのかだったりとか、アメリカでどんなこうベネフィットがあるかというところはすごく求められますというところですね。まあ、短期間なりともアメリカに来ていただいて、でアメリカの方で活躍をして、まあ、ビジネスを大きくするだったりとか、まあ、税金を多く納めるとかですね、まあ、そういう貢献をするという、あとアメリカの方にこう教えるとかですね、そういうところが必要になりますので、ビザのタイプによりますけど、まあ、トレーニングビザというのは一つありますけど、トレーニングビザはまた別として、基本的には高度な技術を持っているとか専門知識を持っている人というところがですね、対象になりますというところになりますと。で、まあ、L ビザとか H1B とかですね、あと E ビザとかいろいろあるんですけども、まあ、そういうのを結構獲得するためには、ご自身が日本とか、まあ、それ以外の国、ご出身の国でどんな経歴を踏まえてどんなことをやってきて、でそれが今後やることにどうつながっているかというところはしっかり見られますという話なので、まずは私は今まだ大学生だけどもアメリカ行きたいなと思ったら、将来アメリカ行きたいなと思ったらですね、まずこうご自身が勉強していることとか、そういうところをしっかりやることが大事ですし、今社会人3年目2年目だけれども、将来アメリカで行きたいと思ったらですね、やっぱご自身が今働いている仕事の内容というところをしっかり頑張って将来につながるところをやるのが大事ですという話なので、まずは今自分がやっていることでもすごく集中してやる必要がありますというところと、結構その経歴全てが見られますので、例えばなんだろう、こうちょっと大学辞めようか迷ってますとか、中退しようかなと思ってますという方は、もう大学の学位とかもすごく必要になりますので、卒業した方がいいですという話と、あとは会社には属してた方がいいですと。まあ、フリーランスでこういろんなこう特にエンジニアとかですね、経験積んでやるというのもいいんですけど、フリーランスってどうしてもですね、無所得というところだと、なんかその期間中はブランクだったのかどうなのかって結構こう曖昧になっちゃうと思うんですよ、履歴書上はですね。でそこをしっかりこう埋めるために、まあ、何かしらの会社にこう入られて、そのプロジェクトの中でも会社に直属しながらやる方がですね、ビザの見え方だったりは良いかなというふうに思ったりしますと。まあ、あとビザとかも、あと就職される方はですね、アメリカ現地で就職される方は、その就職先の方にもですね、そういう方がですね、身柄としてはいいのかなというふうに思ったりします。まあ、これちょっとテクニックっぽい話なんですけど、実際そうですというところがあるので、まずご自身がやってるところをしっかりやって、でそれにつながる先のところを将来的に描いておきましょうというところですね。例えば今私は飲食店のことをやっていますけど、将来的にこうエンジニアになりたいですとかだったりとか、なんだろう、私はこう経理とかそういうのやってましたけども、アメリカに来た暁には今度はエンジニアになりますとか、なんだろうな、逆にこうビジネスサラになりますとか、ビジネスサラはまあいいかもしれないですけど、エンジニアになりますとかですね、結構職種とかも全くこう一致しないように見える場合っていうのは、それは何でなのかというと、本当に高度技術を持っているのかっていうところになりますので、やっぱり私はこの一貫して過去、5年間この勉強をずっとしてまして、でプラス3年間こういう仕事をしてましたとか、マスターも取って、この分野でマスター取ってますかっていうところの一貫性というのはすごく大事になりますというところがありますので、ちょっと繰り返しになってしまうんですけども、今ご自身がやってることでもしっかりやることが大事ですという話ですね。これは もうもちろん会社の中にいて駐在するという話であっても、やっぱりその中で結果を出すことが必要になりますので、今やってることを集中するのは大事ですというところもありますので、これが一つまず大事なところですね、ビザのところでは置いてあるんですね。
で、ビザはもちろんいろんな種類があって、まあ、トレーニングビザとかですね、投資家ビザとかあったりして、私は投資家ビザというもので今来てるんですけども、まあ、その投資家ビザのことはですね、ある程度のこうお金を投資するだったりとか、まあ、人を雇うとかそういう要件とかあったりしますので、結構これはまた別なのかなと思いますと。もしご興味ある方はですね、概要欄にノートというものはですね貼っておきますので、それをですね見ていただければと思いますけども、基本的にはですね、なんだろう、自分でこうビジネスやることは目的になるので、そうでない方は対象になりませんと。で、ご自身でビジネスやるんじゃなくて就職したいとかそういう場合というのは、やっぱりこう H1B とか、そういったビザが対象になりますけど、結構アメリカの働くビザはですね、運的な要素もあってですね、抽選が絡むものがあったりとか、枠があるとかそういうものもあったりするので、比較的、その辺の情報収集はすごくやった方がいいですという話が一つですと。で、結構ですね、こう皆さんこう学生ビザでまずこう渡航して、でそれから後でこう考えようという方も多いと思う、いう話もよく聞いたりとかですね、なんならそのままこう、なんだろう、エクスパイアしても居続けてしまうとかいう方もいたりとか、結構そういうのを進めている方とかもですね、地元にいるという話もですね、私の方もなんだろう、経験上そういう話見聞きしたりするので分かっていたんですけど、それは絶対にまずお勧めしないという話が一つですと。結構アメリカやっぱこうですね、グレーなことっていうのはまずやらない方が良くて、なんだろう、経歴上のこう罰といったらあれなんですけど、というところはつくのは非常に良くないですし、やっぱりこう私はこう悪いことはしませんと、アメリカに貢献するために来てますというところはしっかり証明する必要があるので、そういうところはやらないことをお勧めしますというところですね。で、その H1B とかそういう話もですね、やっぱりこう専門性とか問われますし、なんなら自分がこう専門性とは違う分野でいるけれども、今やってるのはこうなんだろう、コンピューターサイエンスなんですけども、ちょっとこうビジネス系のことにもっとやりたいですとか、いろいろ例えば MBA を取るとか、例えばじゃあコンサルティング会社に転職するとか、そういうふうにですね、自分の経歴がこうつながるようにやっていかないとダメなので、そこを頑張りましょうというところが、まあ、具体的で一番ですね、すごい大事なアドバイスになるかなというふうに思ったりしますというところですね。で、あとはですね、トレーニングビザとかそういう場合っていうのは、自分が例えばマネージャーの職種になったとか、マネージャーとかこう上のタイトルになった時に、なった後に、じゃあトレーニングビザ取れるかっていうと、いやなんかもうマネージャーだろとかいう話になる、トレーニングじゃ違うだろっていう話になってしまったりもするので、そこも結構大事ですね。ご自身こうキャリア重ねてきて、ビザのためにトレーニングビザやりましょうというところも、結構それはなんだろう、じゃあなんでマネージャーだったのっていうふうになってしまったり、なんでトレーニングビザなの、これビザのためなのとかいうふうになってしまったりするので、そこもですね、クリアにする必要があったりしますと。というのがあるので、本当トレーニングビザは本当トレーニングの目的で、来るというところなので、結構若手の方とかを会社に送り込むだったりとか、ちょっとインターンシップのプラスアルファみたいな要素でですね、来る場合に利用されることが多いかなと思ったりしますというところですね。なのでご自身がまずやっていくことをしっかり頑張って、駐在の方は駐在を狙うだったりとか、それからこう現地職を狙う方はですね、現地職に向けて そのスキルをまず高めていくというのが一つですと。で、スキル以外にもやっぱりどういうふうに仕事を取るかっていうところもある、まあ、そのスキルも変わってきますけどというところもありますけど、結構それはやっぱこうリファラルといって人づてだったりとかっていうところは強いのかなっていう思うことは一つと、あとはよくあるのはその外資系の、日本から見た外資系ですよ。例えばこうなんだろう、GAFA と言われるこう大手のテック企業だったりとか、まあ、GAFA に限らずですね、テック系でもいいし、そうでもない会社でもいいですし、アメリカ本社のある会社やってみるのもいいかなと思うんですけど、結構ですね、やっぱりその中ってすごく競争も激しいですし、皆さんなんだろう、すごい優秀な方が集まる中で、そこをさらに本社の方に行くっていうのは結構大変なところがあると思うので、本当それを見習う方は本当にですね、なんて言うんだろう、人並み以上に頑張らなくてはいけないし、実績も出さなきゃいけないしというところはあるかなと思いますと。なので、まあ、何がおすすめというのは一概にこう言えないんですけれども、結構現実的に私はなんかアメリカの会社入ったからアメリカを本社狙うぞというところは、まあ、現実的にこうレベルが非常にですね、こう難しい話であるというところはご理解いただいた方がいいかなと思っております。なので、もし海外で働きたいけどどうしようっていうふうに悩まれていて、あまりこう自分に自信がないとか、もっとこ うまくやった方がいいかなという方は、自分がですね、こうラッキーになれる場所に行った方がいいと思うんですよ。なので、まあ駐在を狙うところに行くだったりとか、あまり人数の多くないところに行って相手を狙うとか、そういう道をですね、取ってみるのもいいかなというふうに思ったりしますというところですね。よいしょ。というのはこうビザ的なアドバイスでしたと。まあ、あとスキルみたいな、ちょっと前半まで話してしまいましたけども、結構スキルってアメリカそもそもどういうふうに、社会回っていくのかっていうと、結構まあ皆さん自立してますし、自己責任っていうのはもちろんそうだし、プラスアルファで何て言うんだろうな、自分のこう主張だったりとか主体性を求められますので、そういうところっていうのはすごく大事になりますという話があるので、そこは本当に何だろう、日本にいながらだったりとか他の国にいながらとか、まだアメリカに来る前でもですね、高められるところだと思うので、それとか一つ一つですね、こうなんかトレーニングをしておくとかいうかですね、ないところがいいかなと思ったりしますと。まあ、結構こうアメリカっていうふうにですね、自分をこうなんだろう、アメリカから離れないでおくことも大事かなというふうに、ちょっと マインドみたいな話ですけど思ったりするとかあったりしてですね、まあ、アメリカの経済とかですね、それからアメリカの政治とか、
今アメリカでどんな企業があるとか、そういうところもしっかり見るのが大事かなと思います。まあ、みんなこうシリコンバレーとかを見るとか、みんなニューヨーク見るとか、なんだろう、みんなこうロサンゼルスとか、そういうところだけを見るんじゃなくて、アメリカってやっぱ全土が広くて、でかつアメリカ中心でやっぱりこう中心というかですね、あの大部分を占めるところというのは中西部だったりするところがあるので、そういうところもしっかり見る必要がありますというところなので、そういうところを含めて全体的に学んで関心を日頃から持っておきというところを強くお勧めしたいというふうに思っています。なのであのちょっと年ごとのですね、ちょっとこう観光データがメインなんですけど、そういう話だったりとか、あとアメリカで働く人はどういうことだったのかという話とかもですね、別の動画とかでも紹介してますので、ぜひそれもですね参考にしていただければ幸いでございますというところで、本日はですねアメリカで働くための方法というところをですね、ちょっと簡単にお話をさせていただきました。また引き続きこのテーマもですね、深掘りしていきたいと思っておりますので、チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。この配信がよろしければ、グッドマーク、高評価もですね、いただけると幸いでございます。引き続きですね、発信をしていきますので、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。では本日は以上でございます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは、そこ昔ですね、あのアメリカに行きたいなと思ってですね、これをこう購入して、で普段毎日これをこう寝ててですね、あのというところがあって、こうアメリカを忘れないというかですね、意識しておくというのは非常に大事かなと思ったりするので、ちょっとこれはですねご紹介しました。はい。